ンダを写真に収めているのは晴れ着姿の女性たち。和歌山県白浜町のアドベンチャーワールドでは毎年正月の帰省に合わせ20歳になる人たちを無料招待し一足早い成人式を行っています。成人年齢が引き下げられた後も20歳を祝う会として開かれていて、およそ130人が参加しました。小さい時からよく来てた場所なんで、ここで成人式できて嬉しいです。式典ではサプライズのイルカショーも行われ、イルカたちが躍動感あふれるジャンプで飛躍の1年を願いました。